今、山梨県では鹿やイノシシが増え、昨年度の農作物の被害額は6000万円以上。今回は鹿やイノシシの肉をジビエとして提供しながら、山の命に向き合う漁師田辺さんをご紹介します。あ、ここですね。昭和町にある田辺さんの事務所を訪ねました。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。お世話になります。お世話になります。飲食店を経営していた田辺さんが狩猟免許を取得したのは2018年。2021年には自社の処理施設を整備し、捕らえた命を無駄にすることなく食材として活用しています。僕は飲食店をやっていたので、その時に山にこう鹿が捨てられてたっていうニュースを見たことがあって、でなんでこんな美味しいお肉なのに捨てられてしまうんだろうっていう、その疑問がやっぱ自分の中であって、で、まあ、狩猟の免許を取って僕が手をかければ、まあ、食肉にはできるっていうことがあるので、やり始めたっていうのがきっかけではあるんですけど。処理された食肉の一部はキッチンカーを使い、イベントなどで提供されます。私も田辺さんの調理するジビエ料理をいただきました。柔らかくて美味しいですね。臭みなんて本当に全くないですね。そうですね、どんな理由で、まあ、駆除されているのかっていう、その根本にあることを聞いて、でこうやって美味しく最後までいただくっていうことが大切なことなんですね。そうですね。実は田辺さん、最近中学校で漁師という仕事や命と向き合うことをテーマに講演を行いました。やっぱり学校の授業では習えることではないので、はい、学校の先生からも私たちはその命のことに対しては教えられないので、こういう機会があると私たちもすごく嬉しいですとは先生からも言っていただけるので、大人が次の世代へ伝えていくっていうこともこれからやっていこうかなと思ってます。漁師として山村を守りながらいただいた命と向き合う田辺さん、これからも田辺さんの活動に注目していきます。